ミレル・ラドイは、ルーマニア・ドロベタ・トゥルヌ、セベリン出身の元サッカー選手。元ルーマニア代表である。現役時代のポジションは、CB、CH。2000年、11万ユーロの遺跡金で、ステアウア・ブカレストに遺跡した。ラドイは遺跡初日、ミオドラグ・ベロデディチなどのテレビで見ていた選手と同じ、場所に立てるなんて夢のようだと表現した。 FCM バカウ戦で、初出場し、9分には得点も決めた。新監督に就任したビクトル・ピツルカは、ラドイを高く評価し、チームの重要な選手となった。2000から01シーズン、リーグ優勝を果たした。その後、ディナモ・ブカレストに勝利して、スーペルク・パ・ロムニエ優勝を果たした。2004から05シーズン、自身2度目のリーグ優勝を果たした。 UEFA カップ決勝トーナメント1回戦では、前回王者のバレンシア CF に勝利した。準決勝のミドルスブライフ C に敗れて敗退した。2005から06シーズン、クラブ通算23回目となる、リーグ優勝を果たした。ステアガは10シーズンぶりに UEFA、チャンピオンズリーグのグループリーグに進出し、レアルマドリード、オリンピックリオン、ディナモキエフと戦った。 ステアウアで過ごした後半の期間には、レアルマドリードやリバプール FC など数多くのビッグクラブに興味を持たれていた。2006年夏には、イングランドのポーツマス FC への移籍が噂され、移籍金額は約1100万ドルと言われたが、結局移籍は成立しなかった。2009年1月、600万ユーロの移籍金と年俸140万ユーロで、 サウジアラビアのあるヒラルに移籍した。アルナスルトのローカルダービーでデビューし、ラドイは得点を奪った。2011年8月 UAE リーグのアルアイン FC に移籍。ありがとうございます。